連弾連弾とは、一台の鍵盤楽器を複数人で同時に演奏することである。多くの場合は一台のピアノを二人で演奏することを指し、本校でも主にこれについて触れる。この場合は二人がそれぞれ両手を用いて合計四つの手を用いるため、シで連弾などとも呼ばれる。ピアノは、元来、一人が両手を用いて演奏することを想定して作られている。しかし、 ピアノは演奏部の幅が通常1 2 0トル以上あり、そこには標準で88の鍵が備えられるため、十分に二人で同時に演奏に当たることが可能である。このため、独奏曲ほどは多くないが、数多くの連弾曲が作曲されてきた。三人以上の奏者で演奏される場合もあり、用いる手の数で6手、八手のように呼ばれる。なお、 二人が二台のピアノで演奏するように作曲されたものはピアノ二重奏、二台ピアノなどと呼ばれる。二台ピアノのための作品をそのまま連弾で演奏することは不可能であるが、連弾のための作品を二台ピアノで演奏することは技術的に可能である。両者の複合的なものとして、二台やつで、つまり二台のピアノを四人の奏者で演奏する作品も存在する。 高音側に第一奏者と呼ばれる低音側に第二奏者が座り音域を分担して演奏する。ペダルの操作は第二奏者が行うのが通例である。楽譜は見開き冊子の右側に第一奏者の左側に第二奏者のパートがそれぞれ独立して印刷されているものが多い。主に第一奏者が高音を第二奏者が低音を担当する。中音域で 第一奏者の左手と第二奏者の右手が大きく接近し、さらにそれらが交差することも珍しくなく、これが視覚的なアクロバット要素を生むこともある。極端なものでは、二人羽織のように、一方の奏者が他方の奏者に覆いかぶさるような格好となり、低音域と高音域の両方を演奏する場合もある。なお、三人以上による連弾の場合、高音側に第一奏者、 低音側に行くに従い、第2、第3となる。ペダルの操作は最も低音側の奏者が担当する。純粋に連弾で演奏されるために作曲された作品のうち、主なものを下に上げる。一方のパートが学習者のために優しく書かれており、もう一方をピアノ教師などの上級者が担当するようになっている作品が多い。ディアベリはこの形式の作品を多く残しており、 今日でも連弾初心者のためのレパートリーとして広く演奏されている。オーケストラに匹敵する広い音域を持つピアノを4つの手を用いて演奏することでより多くの音を同時に演奏できるようになることから広い音域や多数の西部からなる合奏のための作品を連弾に編曲することは古くから頻繁に行われてきた。録音という技術がなかった。 時代、オーケストラ曲を家庭などの演奏会以外の場で楽しむために、またオペラやバレエの稽古で、オーケストラ伴奏の代わりが必要な場合などにも、連弾は重要な手段として用いられた。また、リストが数多くのオーケストラ曲をピアノ独奏に編曲したように、単なる代用品にとどまらない、芸術性や高い演奏効果を備えた編曲も多く存在している。なお、 前述したようなオーケストラとの親和性の高さから連弾や二大ピアノのために作曲したものをオーケストレーションするという方法で還元楽曲を作曲することはしばしば行われる。ありがとうございます。